はい、今日のタックルですけど、ダイワのチルマスターのリールですね。あと、サオはダイワのブラックジャックという、前打ち用っていうか、落とし込み用の5.3メートルですね。で、餌はオキアミです。オキアミをですね、お尻からかけまして、これをですね、アピール力をちょっと高めたいので、2つですね、2個目のオキアミは背中からぐさっと刺して、こんな感じでですね、こんな感じになりますね。で、2匹かけて、で、ハリスはですね、ジョイナーですね、ジョイナーの糸が消えるという、見えなくなるという糸ですね、1.5号ですね。ガン玉は B が1つ、ハリスのですね、50センチちょいぐらいのところに打ちました。で、針はですね、オーナー針のチヌ、競技用の5号というものを使ってます。これでですね、釣ってみたいと思います。はい、何か聞いてます。もっと走る。結構重たいです。お、なかなかいい。5台です。お、5台です。お、かかりました。これちょっと重たいな。まずの先生、すごい逃げますね。よいしょ。黒鯛です。ね、なんか釣れてます。お、首を振ってるのかな、これは。ギュン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 振ってますね。あれ、急に軽く、ついてるついてる。よいしょ。はい、黒鯛です。黒鯛だね、黒鯛。たまにキビレがかかるんですけど、なんかね、キビレとクロダイの混合版みたいなのも、そんな品種もですね、確認されてます。これはクロダイですね。
て。